まだその新しいシーズンのは見てないんですよ。こっちはまだ俺も結構まとめて見たくなる派なんですよね。あ、見ていない。今喋ってない人は。ああ、見ていない。いや、見ようかな。見てますよ。はい。なんとでもなるはずだ。T シャツはもらえるんですよ。はい。なんとでもなるはずだ。おお。右上結構ロー。マジで。ガッツできますね、右上。やります。え、これ。ちょっと待って。どういうこと？もうな、あんま分からんな俺。あんま分からんな。うちも分からんな。バルバトスのドマンじゃねえよ。あ、そう。ドマンじゃねえよ。あるんですよ。ああ。乗ってるのがミカで、そのなんだろう。ミカはオルガの言うことを聞くみたいな感じなんですよ。解説ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。かなえさんめちゃくちゃ見てる系ですか？いや、僕バルバトス触り出して。アニメを追っかけるように見たんですよね。だからバルバトスらへんの話だけは見ました。でもその以外はあんまり最初の映画しか見てないですね、まだ。ああ、じゃあぜひ先行のハサウェイ見てください。はい、あ、それなんかめっちゃ見る広告でよく流れてくるんで、はい、やっぱ前の知識とかなくても見れます？あ、全然見れますよ。まああった方がより見れ分かりやすいというか、まあ理解は深くなるんですけど。なるほど。まあでも僕が主役やってるんで。はい、ぜひ見ます。見させてもらいます。このハサウェイを見ていない。いや、見てないんですよ。はいよ。見てない。それだけ知ってる。それも関さん絶対見てないじゃん、その反応。見ました？いや、僕見ましたよ。本当に。僕見ました。あ、本当ですか。結構僕ガンダムは割と詳しいっす。あ、失礼しました。大変。昔のガンダムは詳しいです。で、先行のハサウェイ見て、はい。なんかもう今マジでかっけえなと思って見てましたね。いやー、いいですよね。なんか大人な作品ですよね、ハサウェイはね。そうっすね。結構ね、紫外線のシーンとかあるじゃないですか。なんか、ちょっとここで語るのもあれなんですけど、今までなんかぼんやりとしてたその市街戦地のね、住民視点とかそういうのも若干描写があって、残酷でありながらもっていう、なかなかそうですね、大人向けな重みがありますね。なんて無力なんだっていうね。はいはいはい。そうなんですよ、なかなかね、これ見た方がいいよ。見た方がいいや、マジで。ぜひ。でも本当になんか知識なくても全然見れるから。最高っす。うん、見やすい。今やってるっすよね、また新シーズン。今2クール目？水星の魔女やってますよね。俺1シーズンは見たな。僕も最初の見たんですけど、まだその新しいシーズンのは見てないんですよ。こっちはまだ俺も結構まとめて見たくなる派なんですよね。あ、見ていない。今喋ってない人は。見ていない。いや、見ようかなって、ちょうど。今から見るところ。ちょうど見ようかなって思ってたところであるですね。逆に何からがいいんですかね、今見るぞ、今初めてガンダム見るぞってなった時。いやー、でもなんか、その本筋の世界線じゃないところから見た方が、見やすいかもね。ああ、逆に、そしてそこから、なんか、もっと見たいってなって、って感じで。うん。これ全部称号とか空いてるから大会優勝したことにできるわ。え、何それ？どれですか、優勝どれですか？どこ？プレイヤー GGGP のそうっすね。チャンピオン。ホーム画面からやるの？どこやるの？俺めっちゃやってるけど。自分のプレイヤーアイコンクリックしてプレイヤー情報確認。確認。左側の称号を。一番上に GGGP2023 チャンピオン。チャンピオンでいこうぜ、俺ら。どれでいきます？チャンピオンでしょ。ねえ、チャンピオンになれんの？チャンピオンになれる。プレイヤー？僕ここチャンピオンの試合を落ちパしてたんですけど、マジでなんかロマン感じましたね。へえ。OTP がちゃんと最後まで OTP って今呼ばれてるかもしれないです。あ、待って。あ、やべ、聞いてなかった。あ、ここからインタビューのお時間になってまいります。各リーダーからね、一言ずついただきたいんですが、まずは関裕太さん。はい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 。そうですか。どういう状況ですか。いやいや、意気込みいただいていいですか。はい、ごめんなさい。いや、もうめっちゃ楽しみです。もう勝ちたいなと、もう今ね。そういう話をしてました。作戦会議しかしてませんでした。いや、全然違う話してたよな。マジっすか。それは入ったんですね。GGGP の話してました。いや、もうそこでメタの話がしてました。勝つために。はい。それはもうそうですよね。ちゃんと見てくれてんすよ。チェックしてね。ありがとうございます。大会が最先端ですから。ちょっと立ち変わっちゃいましたけど。そうですね。はい。関さん期待しておりますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そして対する河川さんいかがでしょう。はい。いや、僕このイベントにお誘いいただいたときにですね、はい、小野賢章さんいらっしゃると聞いて、はい、マジっすかっつって、うん、もうテンションマックスここに来たら、うちのチームおぼ賢章しかいないんですよ。まあ、そう、モチベーションが。うん、お坊さん泣いてますけどね。お坊さん泣いてますか。どうも応募検証です。怒られるよ。本物に怒られるから。あと河川さん、河川さん。はい。ちょっとね、せっかくなんでね、ね、今回ね、参加していただいた声優のお話もありましたが。応募検証さん。はい。本日はよろしくお願いします。お願いします。小野賢章です。はじめまして、皆さん、よろしくお願いします。本物でいいですか。本物です。ありがとうございます。緊張されてます。どうですか。いや、最初緊張してたんですけど。はい。皆さんも本当フレンドリーで。特にね、カナカナが。先導して。話題を言ってくれたりとかして。うん。もう、バッチリです。ありがとうございます。バッチリでございます。チームワーク、バッチリです。はい、ありがとうございます。僕もプライベートで、外部ね、やったことあるんですけど。ありがとうございます。もうレベルもめちゃくちゃ高くてっていうところと、賢章さん今回勝ったらね、はい、なんと見てますよ。なんとでもなるはずだ T シャツがもらえるんですよ。はい、なんとでもなるはずだ。おお、ありがとうございます。すげえ。すいません、本物だ。リアルな。もう僕はおぼ賢章さんだけちょっとロックオンして頑張りたいと思います。ロックオンしてね。意識が。おもおぼがね。魔王とかってないから。それもぜひ欲しいです。はい。頑張りたいと思います。はい。はい。それでは皆さんゲームの準備よろしくお願いします。楽しそうだな。そうですね。あそこじゃねえの。これね SR マジ強いよ。いて。やばい。めっちゃ見てる。前行くぜ。俺がぶち抜いてやる。ビームライフルでヒールしてほしい。めっちゃロー1人。何、うちいるだけでヒールしてんのか。めっちゃ打ってる。一人ロー。マイク、俺マイク。何あのシールド。なんか右側詰めたらいける。見つめてる俺。右側行けばいける。めっちゃダメージ食らしてる。ナイスー。めっちゃ前だよ前だよ。前か俺ガンガン行くわ。はい。めっちゃ変わってる陣形。オラ。でも結構当てんの。下から下。強すぎ。うわ、高台にいる。やった一人。やった。前か。左やばいかも。やばい、俺落ちる。壊れる。一人やった。サダビやった。ナイス。回復しながらやってる。ナイス。3人やってる。相手が右。おい。ちょっと待って。強くないこっち。ゴー。やった。ちょっと強くないこっち。あれこれ。ちょっと強いって。こっち。やばいってこれ。待って強すぎないこっち。でもこれまずいですよ。第一。まあ確かにね。いやこれやばい。めっちゃ削れてる。おっしゃ。はい、時間ないもん。大丈夫、ポイント踏んでない。バレてない。強くない？これ守れるんだここ。でも守りと攻めでなんかいい感じだよ。あったよ。両方。埋没都市ってこれか。ここか。これはポイント？あれここ新しいところじゃないの？あれ俺わかんない。新しいところなんか見たことある気がしたんだけど。僕は初めて見る。見て。いくよ。ピュルーン。おお。かっこよ。何それ。かっこいいっしょ。いた。来てますよ。上。見せつけてないで。やばい、見せつけてる場合じゃない。後ろ。やばい。後ろ。あ、左後ろ。どうなってんのこれ、地形。なんで俺ら真ん中にいんの？一緒に行こうそれ。あれこれ一本ってことね。へえ。これ新しいな。ルールが新しいですね。どういうことだ。あ、一個取ったってこと。真ん中を取り合うってことねこれ。一個進むじゃないですか。僕は取ったから。あ、そういうこと。なるほど。多分こう押し返されるんじゃないですか真ん中にみたいな。先に5拠点取った方が勝ちってこと。みたいなバー的に。なんか右からビリビリきた。右めっちゃいる。あ、120。やべえ、サルセンスね、俺。僕、そろそろ G マに上がるんで。やばい。あ、やめて、ごめんなさい。左やばい。あ、飛んじゃった。行くしかねえ、了解。お、これやばい。まとめてる。これやばいやつ。やばすぎ。あ、これやばい。やばい。この場合どうなるんですか？待って、B むずすぎ。まだ敵が攻めじゃないですかね。俺は守ればいいのか。あ、11ってことか。あ、今ので11なんだ。マップ変わるってことですか？じゃあ次じゃないですかね。こっちが防衛になって、あれどっちも攻撃になった。最初に取った方がってこと。取った方がってことか。で、上の5本に先行くまでやり続けるってことなんですかね。ああ、そういうことか。ああ、そういうことだ。ちょっと僕、なるほど。これ上上がってくのきっついね。下から打てるんだったら打ちたいな。こっそり。オッケー。下から打てるなら下からもうみんなでパパラス合わせて。あ、打てるじゃん。なんだ、打てるじゃん。打てる。いいぞいいぞ。あ、めっちゃ来た。上このタイミングだと。このタイミングでいかない？3人ぐらいでいるよ。下3人ぐらいいるよこれ。オッケー。俺、これ死んだわ。うわー、めっちゃいる。あと4パー、5パー。惜しい。ナイス。ナイス。あと2ポイントだ。しかもありかよそれ。楽しい。何これ。上下ってなんかピンポンするといいね。そういうことだ。あ、いない。あ、天のむつ。あ、ユニコーン右上上がってる。やばい、抑えてそれ。ナイス。裏。あ、ここ。した。30秒追加された。決めた。ナイス。これ30秒追加。来てる上来てる。はい上。めちゃろ。ナイス。硬い。やばい。大丈夫か。あわり。やばい。助けて。大丈夫か。ありがとう。あ、やばい。大丈夫か。オッケー。それでは皆さん、まあ一旦決着はつきましたが、T シャツはもらえませんけど、3試合目取った方がもう勝ちでいいです。T シャツもらえませんよでも。なんとかなるかこれ。でも勝った顔で、あ、俺スペシャルマッチ勝ったよってドヤ顔できます。なので、あと小野慶翔さんもお坊さんが見当たらなかったって言ってたんで、ちゃんとそこを存在感を。そうですね、お互いでおのおぼどっちが、はい、ちょっと1対1で、はい、1対1、右端ぐらいで、中央ね、中央1対1、あ、中央1対1、オッケー、了解です。初動1対1やってもいいですよ。中央1対1、中央1対1から回線でどうですか。ありですね。どっちかが死んだらってことですか。はい。やりました。おお。じゃどっちが倒れたらゴーね。他の人も。中波で言っていいんですよね。あ、中波で言っていいですよ。中波で止めてくれるんですか。そのまま。いや、もうゴーです。ゴースタート。はい。ではそれは、それでは3試合目準備お願いします。はい。上がったとこっすよ、その前。上がったとこっすよね。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。ほい。行くぞ。始まった、1v4。あれ？どこだ？ジムスラで来てるぞ。なんか。倒せ。頑張れ頑張れ、やめてろやめてろやめてろ、ナイス、いけ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 、間違えた、バルバスがナイスナイスナイス、ボコってたくねえ、なんならなんか後ろ回ってってる、後ろに瀕死のあれがいる、ここエクシアエクシア、後ろいる、マジマジ後ろ後ろ後ろ追いかけるわ、あこれね、後ろ殺した1人、オッケーオッケー、ナイス、うわいいバリア、あのバリア硬すぎるね、右上行きます、僕は嵐式あります、右上結構ロー、右上結構ロー、マジでガッツリきますね、右上やりまーす、えっこの赤ちょっと待ってエクシャエクシャエクシャローね、えっえっオッケー、やったぜやったぜやった、えっこの赤強すぎでしょ、強すぎでしょ今の、2人組んでる2人組んでる2人組んでる、やばいやばい、何これ、連れてかれた、何これ強すぎでしょ今の、なんだあれ、あれ新しいあのハイペリオンのまとまっちゃったらやられたな、やったけど強すぎでしょ今の、まあでも半分取れたから、うわマジか、うまっ、3枚3枚いる3枚3枚いる、1人いる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 、1人マジロー、1人いる1人いる、やばいこれ、うわごめん、あくそー、ごめんなさい、許さない、いやナイスナイススキル、あでもこれあれすごかった、なんか最後のやつだけ取ると2ポイントもらえるんですよ、で50いくと1ポイントっぽいっす、なるほどね、まあでもこっち2本取ったからいい感じ、余裕っすよね、余裕あれっすよね、あこれ上下ろすから、あ俺これめっちゃやばい、これめっちゃ打てるわ、めっちゃ打てるめっちゃ打てるわ、もうちょいもうちょいもうちょい、50%までいこう、50%まで、ナイスナイス、でかい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 、やばいやばい、うわー押し切る、ありがとう、任せる任せる任せる、うおーこれすげえな。